おはようございます。ディレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ね、友人にもね、親からもね、そして三宝からも言われることが一つあります。私の部屋はですね、後ろ見た時に思うわ。汚い。なんかもうおやつとかさ、なんかいろんなものが全部散乱してゴロゴロゴロってなってるのよ。めっちゃ汚い。そんなね、状況を打破するべく、とは、ここに一つのものを用意しました。今からちょっと皆さん音量下げてくださいね。いいですか？音量下げてくださいね。いきます。掃除機です。これでね、床のね、埃とかは掃除できます。しかし、落ちてるものはどうやっても掃除できません。今日は普通にアーケードモードで、ね、レベル上げしつつね、ちょっとしたね、解説をやっていきたいなって思います。まあ、このあたりはなんかやべえな。なんだちょっと待って、比較的ガチな方来たな。いや、今回使ってくるのは勇者なんですけど、まず王者の剣、そして勇者の盾って、わかるでしょう。ここまで来たら、伝説の三防具をまとってね、いざ行かん。このまとまった見た目がいいんですよ。このね、ルト三神器っていうまとまった見た目が素晴らしい。そしてお供はリザードマとズシオマルでございます。まあ、勇者なんでね、童話がいても相性があるんですけど、勇者レベル15です。見て、これ、15、15、15。さあ、今回はね、普通に勇者のレベル上げしつつね、ちょっとしたね、解説を入れていけたらなと思います。まあ、勇者自体はそこそこ結構解説してるんで、まあ、今更変わるんですけど、まず突っ込みたいのはね、敵デンタサウルスが言うっちゅうのはね、突っ込んでいいと思うんですよ。なんでいんのデンタサウルスお前。なんでおめえいんの電電流も強えし、軍隊ガニもそこそこ打撃とか強えし。いや、困った。それ困るわ。さあ、行ってみよう。とりあえずね、リザードマンたち、もう勇者のお供といえばそう、彼ですよ。私なりに。毎回いるな、お前。なんか、毎回ね、勇者のお供にリザードマン。なんか、今まで思ったけど、なかなか動画出演回数が多いんじゃないでしょうかね。はい、デンタックル前、ワンヒ怖いよー。で、この伝説の三宝具をなんで使うのって話なんですけど、勇者の専用技に王者の剣技、王者の一戦になるんですよね。勇者の時のみ、勇者の時のみですよ。勇者の時のみこの伝説の三宝具をつけることで、王者の一戦に変化するんです。王者の剣がですね。はい。さあ、水神破山はどんなもん？はい、ドン！なるほどね。で、王者の一戦が、まあ、勇者のレベルが15なんで、大した強さは誇って、おい、なんで避けた大した強さは誇ってないのもありますけども、まあ、この勇者の一戦がね、やっぱ専用技なんですよね。勇者の武器って言えばね、融合武器の天帝の剣、友人用の剣、天かけの竜の剣に、なんで真珠の剣って言わなかったんだそう、なんですけど、まあ、これもね、専用技みたいなもんですよ。戦士やバトルマスターがこれつけてもしょうがないんですよ。変化しないんで。戦士やバトルマスターだと王者の権利がのままになったりするんで、そう、正直ね、皆さん、そういうやついません？なんか戦士やバトルマスターでなんか勘違いしてさ、この王者の一戦が使えると思った皆さん、いませんか？そう、それが私ですいくぜ、一斉のドン！いやー、これね、正直なんていうかな、これ麻痺とかあるんですよ、一応。一応、会心が出やすくて、麻痺の追加効果もあるって優秀な攻撃の類には入るんですよ。はい。ただしですよ、天帝の剣は悪魔系特攻とかさ、莫大な火力を持ってるわけじゃないですか。なんか言ったぞせーの、クラヤいやー、これはね、県内入ってないと思うよ、俺は県内入ってないと思うわ。多分ね、デンタサウルスが邪魔でね、多分ね、県内入らないわ。いやー、その勇者の融合武器、真の剣や天帝の剣はちょっと優秀すぎる面があって、まあ、ほぼほぼ勇者でこれを使う人っていうのがいなかったかなって。ただしですよ、このカード自体は、付録で出てきたんで、誰でもね、使える競争美として有名でございます。はい、ちょー！いや、もう打撃じゃな、ただの打撃だもんな。光入ってるわけでもなく。なんかね、打撃だけの感じはちょっとね、残念。デンターデンタコラお前軍隊がにようよけるなんで。結構かかってんだよな、一戦目。デンタサウルスがいるだけで試合が長引くんだ。でももう、それもこれで終わり。リザードは大丈夫。全員、あーよいしょーどうイェーイ賢いもうちょっと王者の一戦賢くやってほしい。草原山厚さほどネタでもねえな。面白くもない普通のチームになっちゃったじゃねえか。しかしですよ、このチーム見てわかるように、まあ雷めちゃくちゃ使うんですよ。ズシオーマルしかり、リザードマンしかりね。王者の剣は雷鳴剣を使います。まあ相性がかなりいいような凄まじく相性いいっすね。とりあえず稲妻剣ね。はい。明治ケメンとキラマシンが大打点。はいドンワオ強いなとりあえず大打点ですよ。で、これもうどうしようもありません。ズシオーマルどうしようもありません。こうなるとね、ズシオーマルがなんもどうしようもない全体しかできないからね。で、このデインが誰に行く？いやー、どうなの？誰でも大丈夫そう。うん、そうだよね。誰でも大丈夫だよね、比較的。まあ、勇者がちょっと一番食らうかな感はあるけど、まあ。さあ、三日月の剣、リザードマン賢いんで大丈夫でしょう。はいはい、そう。さすがー。勇気はためずに行きましょう。ね、ボスのこと考えてね。さあ、雷鳴剣。まあ、でもなんだかんだね、雷使えるっていう、王者の剣っていうのは、雷属性の攻撃こうやって使えるんですけど、まあ、雷が使えるだけで強いっちゃ強いのかなっていう印象はある。武器としてね。まあ、おーい。雷が使える武器ってそうそうないですから。まあ、あとはだってバトルマスターで言うとさ、ライトニングですとかさ、ライトニングですとかも一応使える部類には入るんですけど、雷とか。パッと見たいなのがある。ね、あと、蒼天魔山とかね。まあね、その中でまあ、これが使えるっていうのだけでまあ強いのかなっていう感じですね。さてと、HP580 で明治キメラキラーマシンがいるので大打点可能ですね。はい、フィニッシュしましょう。決めましょう。来たるいい感じ。悪い。来た。まあね、この道見た皆さんすぐ分かったと思います。あ、これはもうライデインなんだなって。もう、このシャープバネ見ていただくともう分かりますよね。これ見ただけで。あ、ライデインなんだなって。視聴者も分かったでしょ。今ここで行きましょう。このチーム、必殺技を使います。雷3つでね、雷電印ですよ。まあ、究極雷撃呪文、ギガじゃなく、これ雷電印。せーの、よいしょー、うわ、強い思いのこ出たお、魔王だ、やった続くぜ、この動画魔王だ、よかった。合体モンスターだったらもうさ、いきなり終わってさ、今回の動画はこれで終わりですっていうところだ。よかった。ピサロか。なるほどね。相手にとって不足ないね。お、残り豚との強そうやな。まあ、とりあえずですね。はい。まあ、言わんこっちゃない。まあ、貯めておいたんでね。てか、HP2500 しかね、勇者がね、レベル17だから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんかな。行くぞーシロさんお呼びでーす行くぞ上から1200出してこい行くぞ G5 デイン今回はデイン詰めに参ります。今回ね、もうコンセプトがあるんですよ。デイン系ばっか使おうって思って。今回は、デインキャばっか使おうかなと思ったんですけど、ピサロって相性が悪くて、ピサロって実はですね、弱点、まあこいつ結構多いんですよ。属性の弱点。本当に多い。ただしですよ、雷効かないんですよね。ちょっとそれだけがまずくって、まあここはね、余裕を持って引かれるため勇気チャージしましょう。はい、もう雷なくなりました。はい、もう雷なくなりました。光です、これはもう。皆さん、もう光の玉です、これ光です。ね、下の根の乾かるうちとはまさにこのことですよ。早すぎるんだよな。まあ、これって適当に殴ってね、次、つばずれして、勝てればね、次の大魔王の時に繋げる。あ、これは弱点取れます、多分。せーの。はい、よいしょっとーいや、出るー。弱点穴は出てないけど、氷弱点取ってるよね、確か。オッケー。で、ちょっと怖いのがさ、HP が低いから。おい、オッケー素晴らしいリザードマン避けとる。リザードマン避けるのなかなかないけどな。あ、いいよ、そっちでいい。全員は効かないからね。うん。リザードマンは賢さ低いんで、デインの火力はないんですよね。弱点取って火力出るみたいな感じのタイプなんで、お前はバカか君はダメだしゃあないけど。あい、ドンうえ雑魚。さあ、行きましょうここはつばぜにしときましょうどっちにしてもね、つばぜにしとかないとね、未来がないんでね。はい。まあ、2秒式でちょっと勝っていきましょう行くぞーおー今日のアベレージヒッター詰め切った後じゃんやべ詰め切った後だやべ詰め切ったわやばい負けた時の言い訳を今考えてる今、負けた時の言い訳だこれ勝てるかなおっとまあ、ピサロだしねこれがダークドリアムだったらまあ、この前の動画みたいになったでしょうねはいこれがダークドリアムだったらこの前の動画みたいになってたわよしこれでね、だいぶ魔王戦が安定しますねもうなんならとどめ時期打たなくても、いけるかもしれないっていう。なるほどね。まあまあまあ、勇気をね、悠長に貯めるという意味のリザードマン賢いですね。こいつは出ませんドーンしゃーない分かってたけど。あ、ライデンに良かったじゃん。ピサロ状態上技ないからね、ライデンに良かったね。まあ。来た三日月を剣技でとどめよう。まあ、ここは勇気貯めない方がいいね。もう十分勇気は溜まってるんで、まあ、次の大魔王に備えてね、勇気はこの辺りで。いやー、どうなんだろうな。次デスピサロだったら普通にね、勝てると思うんだよな。なんかちょっと、エスタークとか来ない雷なんで、ちょっとエスタークとか来るとはいいんですけど、どうすかね。おー、まあまあまあね。まあ、順当にデスピサロのステージってことですか。はい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 。で、どっちが来るのかな、白目かな赤目かな。いや、今10いくつだ。おおこれはまあ、普通に勝ちに行くしかないな。まあね、初心者に優しいデスピサロってことでね、今日のテーマですね。はい。今日のテーマ、初心者に優しいデスピサロかな。うん。で、これ、つばぜり合いをどうするかなんだよね。難しいとこだな。つばぜり合いはどっかで仕掛けておきたいところではあるんですよね。で、ただ一応このターン、恐怖の爪が主人公に来ると、つばぜり合いも減ったくれもないんで、で、こいつにだっては、今回ね、雷が多分こいつ効かない風なんで、効かないよね。絶対効かない。絶対効かない。だって炎とか風なんだもん、こいつの弱点。そう、打点がちょっときついかちょっときついけど、まあ、まひらないのはでかい。さあ、どうしようかな。次のターンでいいか。次でいいか。とりあえず次に打っといて、で、その後は流れでいくか。それで行きましょう。うん。さあ、王者の一戦、これで見せたれ。もういい、ようやく通る相手来た、ちゃんと。はい。ピカッと光って、さらにもう1個入る。いいねー、素晴らしい。それよ。ね、ここのターンに翼をしておきましょう。一応ね、もう、緑で仕掛けます。緑で仕掛けることによってね、ここで負けてもね、なんとかなることが多いんで。よし、じゃあ緑でね、ちょっと挑んでいきたいと思います。あら？いや、まだだね。デスロ、まだだぜ。デスロ、まだだぜ。俺にはね、勝ち筋見えてんだよ、白目なんて。ここでね、昔の動画で、あーとか言ってね、敗北してね、動画タイトル、あーのやつやってんのよ。いたんだよな、皆さん知ってるかもしれないですけど、ここにつまずいて負けて、あーとかなんとか言ってね、サムネをね、動画タイトルを R を1文字にしたらね、そういう実況者がいるんですよ、ちょっとね。そういうやつみたいにならないんでね、僕は。もう僕はそういう風にはならないんでね、皆さん信じてください。はい、信じてお願いだから。お願い信じて。大丈夫だな、ここからね、勝ち筋見えてんで、こっちは。普通に3ターンやったらもうだって700削るだけですから。はい。でも待てよ。あ。え、お、あ、え、お。え、あれあれ君たちあれそれを雷神派外すのバカじゃない。おーいもうここまで見えてたから大丈夫っすよ。見えてないな。これはもう見えてないよね。おーいちょちょちょ、どうしてくれんの。王者の一戦して、で、ここためない。待って、4ターン目こいついてつかとあるよね。これ負け筋が今見えてる。負けまで見えてんだ。ちょっと待って、俺負け見えてる。おーい。まあ、もうマイハードでしょ。これで勇気が向こうたまり、魔力が溜まって、こっちもマックスなんで、とどめにつきつばで勝てば私の勝ちです。まあ、勝ちまで見えてるんでね。はい。未来見てますんで。勝ちの未来見てますんで、信じてくださいよ。ここで負けたらね、動画タイトルあですよ。ここで負けたら動画タイトルあにしますんで。はい。いたんだよな、そういう。シャープいくつか知らないけどさ、あのやついたからな。それ、あみたいにならないんでよろしくお願いします。ほぁずしおどるお前さっきから外れた方になってないずしおどるさっきからさ、外れたばっかじゃん。お前がさっき当ててればね、多分ね、とどめいけてたんだよ。もうしゃあねえなぁ。ま、ここで勝ちますんでね。はい。よろしくお願いします。さあ、2回目の翼に持っていくことができました。とどめ時期翼ですね。ここで負けたこと、過去の動画に何回あるかよくわかりませんけど、この大事な局面、勝った方がね、翼に勝った方が、勝ちだいくぜ連打だけです、あとは。いしょーはっけーここで負けたら本当に動画タイトルあだったぞ、お前。ボツだったぞ。もう本当に、よっしゃーで、白目でなんでこんな興奮してんだよー白目でなんでそんな興奮したんだ俺。よかったー。さあ、正義の雷を剣に受けて、行くぞ必殺ギガーブレイク。最後は雷、急に戻ってきた。結局使った SP が光の玉だけだったな。てか、あそこのところギガデイン使ってばよかったかもしれないな。なんてね、今更、復習をしております。まあそんなもんっすよ、ゲームって。まあ最後にちょっとだけね、自分のチーム同士でちょっとね、戦わせてみたいと思います。まあね、それでちょっとね、ちょこちょここれね、動画の難易度も人気がありますんで、ちょっとね、自分のチーム同士で戦うね、やつをやりたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず、ナイトイッチサイコロンとかにしておいたんですけど、ナイトイッチサイコロンバトルマスターっていう構成です。無効って99なんでね、はい。このチームはどこまで頑張るか、見物でございます。勇者レベル18、20? なんかそのあたりだよね。さあ、1ターン目からギガデン打ってくるのだぞ、こっちは。こっちは1ターン目ギガデンからぶっ破していく。てか、HP 差が、そうだね、レベルの差がちょっと出てるからな、明らか。まあ、ここでね、返す。さあ、ここからリザードマンがまずね、三日月の剣技を打っていく。誰で行くの？あ、サイコロちゃんなんだ。へぇ。あー、でもサイコロちゃん207、打点出ねえな。みんな打撃対策かね。さあ、水神破産でどうなるか。水の刃、水神破産、そうあー、いい打点出るね、やっぱ。サイコロちゃんが一応狙い目なのか。さあ、ここからバトルマスター来た、獣神さん。せーの、うーしょはいはいはいなんか急になんか変な人出てきた。なんかジャングルジムの、なんかジャングルジムにいそうなやつみたいな声出た。あー、王者にしてナイトイチ行くんだってか。へえ。なんかいろんなとこ行ってんね。さあ、勇者気をつけてね。ナイトイチ来いよ。さあ、勇者ナイトイチが怖い。しかし、頭頂までに行く。あー。あー。で、一つ目の構え立ち、残念ながら一つ目。おー、まあと。なんか行方不明だったぞ、一体一体行方不明でいいのか。頭潮丸がね、暗黒ゾーンで飛ばされてしまいました。これはね、悲しいな。で、バトルマスターサイコロナイトリッチとも、ほとんどの確率でね、頭潮丸の方には行かないと思う。賢いから。そう、反対力があー、しかもこんなところに帰ってきちゃった。いやー、戻ってくタイミングが悪いよ。恵まれてないよ、これ、ちょっと。いくらなんでも。さあ、サイコロちゃんが不調でございます不調すぎか、おめえは不調が。めちゃくちゃ不調じゃねえか、お前。ずっと一つ目構えて言ってんだ、お前。さあ、王者の下のナイト位置に打っていく。できればね、麻痺で返してほしいけど、ここは麻痺らない。どうなんだろう。SP 使ってちょっと差が詰められてるっていうのはね、厳しいよね。もう厳しいよね。さあ、デインで 280D 打点出んな、やっぱ。しかし、まだまだわかりませんよ。さあ、暗黒ゾーンでどうなるか。頭潮丸！おー！さあ、ここのあたりがね、勝負の分かれ目感ありますよ、ちょっと。で、3ターン目ね、ちょっと 2P はね、もう使う SP が決まってて、これなんですよね。耐えれるか見切れるかこの技を DLC 出てきたやだと。これはもう、やばいぞ。暗黒ゾーン。いや、避ければ爆発なんですけどね。避けるわけもなくさあ、ここで決まってしまう蒼天魔さんだし青い閃光蒼天魔さんああちゃんと出して強すぎ DLC には勝てねえな